はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。ういということで、本日はですね、150Hz。失礼いたしました。150Hz をゾーイのニアビを使って HP ガン盛りでぶん回す編成をお試ししていきたいなというふうに思っております。まあ闇古戦場が来るたびにちょいちょい触ってるんだけど、今回はね、さらに新しい要素を追加してまいりました。はい。で、まず一つ目がこのフェディエルの存在、新しくやってきましたね。このフェディエルなんですが、かなり優秀ですので使っていきたいっていうところで、まあ安定のゾーイと、まあ今回のね、敵にすごい刺さってるなって思ってるビカラ、ビカラも採用してみました。フェディエル、ゾーイ、ビカラでフェディエル3アビを使います。初手で1ポチのやつだな。で、主人公ハウンドドッグなんだけど、まあなんか今回 HP 盛ろうって思ったんだけど、 HP 盛る上でね、ちょっとメイン武器が縛られるから、もうそれだったらじゃあハウンドドッグで後ろに吹っ飛ばせばいいじゃんってことで、ハウンドドッグで主人公はグッバイの編成です。はい。で、変更点なんだけど、今回ね、治癒武器を入れてみたいなというふうに思っております。治癒武器がね、実は結構この編成には刺さってて、誰にも参考にならない。まあ HP を盛るだけなら守護大がついてるね、こちらのディアボロス棒の方がいいと思うじゃないですか。実際そうなんで、HP を盛るだけならそうで、まあ、今の HP が8万5000、っていう、まあ、大体こんな感じですよ。で、ゾーイがニアビを打ちます。で、ゾーイのニアビって自分の HP を、15% 回復する、吸収するんですよね、4ターンの間で。これがすごい特徴で、これに上限ないんだよね。今 HP 回復1万2000じゃないですか。回復量に上限がないんだけど、治癒スキルって HP 回復を割合で回復するのね。割合で回復するんですよ。で、今回トリートウロボロス、後陣プラス治癒中ですね。治癒中のスキルを入れてる状態なんだけど、じゃあこれで、実際に治癒スキルを入れると、HP の実数値自体は減ってるんだけど、割合で回復して、かつ上限がないゾーイのニアビを使うと、さっき1万2000、1万3000ぐらいだった HP 回復量が、1万6000まで増えてるんですよね。約4000プラス。4000プラスかける4ターンだから1万6000の HP 回復量を手に入れてるんですよ。プラス1万6000と考えると、まあ、もし最大 HP が減ったとしても、まあ、1万2、3、4000ぐらいは回復してるんじゃないですか、合計的に言えばね。ということで、まあ、このゾーイ採用型の耐久編成で考えると、俺は治癒スキルはガチなのではないかと、愚行いたします。はい。まあ、ということで治癒スキルを採用してみました。で、他には、まあ、研修スキル、まあ、これで耐久力を上げて、まあ、ゾーイのニアビ使ってるから HP って減りがちなのね。 HP が減りがちだから研修スキルで耐久をしながらもっていう HP8 万キープの編成でございます。まあ、こちらの方が、まあ、今回ね、 150Hz なかなかうざい攻撃をしてくるような印象なんですけれども、まあ、どうにかこうにかできるんじゃねえかなというふうに思ったので、ちょっと裏からシス出そうかなと思ってたんだけどさ、毒やばくね待って、俺気づいちゃった。毒やばくね、毒どうにかしないと。美からいらなくね、美から抜くか。ちょっと俺の話を翻すわ。ちょっと美からいらんわビガラをやめとこう。で、アンスリアで毒回復しねえと、今までリッチョ入れてたんだけど、リッチョがこの編成ガチで入らない。みんなちょっとリッチョ入れればよくないみたいな。毒を反転できる、一浴びで毒を反転できるリッチョ入れればいいじゃんって思うかもしんないんだけど、リッチョね、自分の HP 回復できないから、ゾーイのニアビ使って HP1 になるじゃん。で、これ攻撃したら、一人だけなんか HP がね、1001になるんだよね。泣いたよね、早めのパブロン。まあ、ニアビ、イチアビ使ったとしても、ちょっと耐久力に難ありということで、リッチョは採用できなかった。俺は大変悲しい。なんならフェディエル抜きたかったんだけど、まあ、大変悲しいことにね、フェディエルを採用することになりそうです。はい。まあ、フェディエルはイチアビのバリアもあるから、かなりね、優秀な動きをしてくれるんじゃないかなというふうに思います。それじゃあ、まあ、リッチョが抜けたということで、満を持して入れられるアンスリアを採用しながら、こちらのフルオートをやっていきたいと思います。対戦よろしくお願いいたし、待って、チェンジか入ってない。待てよ待てよ、チェンジが入ってないやん。アビリティをチェンジしていく。
チェンジで、まあ、俺がね、まあ、ちょっと前に普通に振るおうとしてた時にすげえ思ったのがね、まあ、あの 50% 切った時にワンチャン裏から出てくる時があるんですけど、まあ、この編成はないんだけど、裏から出てくることを考えると意外とディスペルミストっていう形がね綺麗に決まる。まあ、ちょっとこの辺りも後で話そうか。ディスペルミストなんだけど、 HP が 50% を切った時に、まあ、あのデバフ消えてぶん殴られて死ぬんですよ、まあ、普通の編成だと。だから、まあ、そこで 50% 殴られた時に裏から出てきた時に、まあ、紅葉1ターン HP50% 切った時紅葉1ターンみたいなじゃないですか。あの紅葉が切れた後ぐらいにあの結構出てくるんですよ主人公が。そんな時にディスペルミストを打つと、まあ、意外と綺麗に決まるっていう、まあ、それだけの話なんですが、はい、じゃあ行きましょう。この編成は普通の編成ではないので問題がないです。サービを打ちます。でこれでこうすることにより、まず初手でゾーイがニヤビを使います。初手でゾーイがニヤビを使うことにより HP が1になってしまいますね。でバリアを張って、ただ無敵なのでこの1ターンは大丈夫。はい、1ヤビ3ヤビ2ヤビとバチコンかまして、大変なことに気づいてしまいました。デバフが宮妻ハンズしかありません。まあまあどうせね、デバフなんて入らないから。 50% 切った後にね、あのデバフは弱体耐性アップで全て入らないと言われておりますので、ピロ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 。さあこれでアンスリアが攻撃を回避すると回復もあるんだけど、それも治癒スキルによって、増えていきます。はい、で4ターンまだね、まだまだ回復しますよ。さあこれで4ターン目の回復が発生する。でフェリエルが3アビを使っていますので、フェリエルは奥義が2回発動するから2回 HP 回復するんじゃない、うん、ゾーイ使用時の4ターンの間に一度でもフェリエルが奥義を打てば2倍回復できる。あとシスがね2アビでカウンターとかをするとカウンターで回復しますね。ピロリンピロリン2回回復するね、やっぱり、ね、HP 高めに保てるんですが、まあ、じゃあこれで終わりって思うかもしれないじゃん。ゾーイのニヤビを回せばいいんですよ。この HP の間にゾーイがニヤビを上げることができさえするのであれば、そう、ゾーイがニヤビを上げることさえできるのであれば、あの問題なくね、無限期間が完成するんですよね。はい、その間にデバフを適当に、こうやってねかましてしまえば問題はない。シスのこれサポアビ振られてね、ちょっと今確認します。よいしょ、シスのニアビが、シスのサポアビ振られてないな。シスのサポリミットボーナスアビリティ振るといいかもしれないですね。シスのリミットボーナスアビリティは通常攻撃時に確率で防御ダウン累積があるから、これワンチャンガチであるかもな。シスのサポートアビリティの攻撃時に、確率で累積防御だって HP50% のデバフ消えた時に意外と刺さるような気がする、うん、シスはちょっとなんかリミットボーナスアビリティ振った方がいいですね。僕振ってなかったけど振った方が良さそうだ。累積ダウンってどこだ、え、攻防防御累積ダウンと連撃ダウンがあれだよね、フェディエルやんな。あ、ゾーイ3だそういうことか、ゾーイの3アビが。さあここはかなり苦しいところですね。なぜならダメージカットがあるから。まあまあダメージカットがあったところで結局ね死ぬわけじゃねえから大丈夫なんだよね。なぜなら死ぬわけではないので、死なないなら安い、死ぬこと以外かすり傷、アット座右の銘。っていうかさ、ゾーイの2アビ治癒一本差しありだな。あのさ、ゾーイの2アビ使った時にすげえ思ったけどさ、HP6 割回復だったんだけど治癒スキルによって純粋にその回復量が増加してるから、ゾーイのニアビ使って治癒武器1本刺してたら HP100% になるね。これでほぼほぼ治癒大とかついてたらやばいね。治癒中のスキルレベル15とか治癒大ポン刺しとかしてたら、これなんか普通に普通にさ HP100% 付近になるからポン刺しだね。治癒を複数本刺すっていうよりも治癒を1本刺すとゾーイのニアビ採用型フルオートとすげえなんか相性が良さそうな気がするわ。ちなみに週末渾身なんですよね。俺週末がさ渾身アビ上限とかで、ああ週末配信した方が良かったかなと思ったんだけど、この流れ見てると全然問題ないな。マジで全然問題ない。いやこれは優秀なんじゃないですか。さあここで10ターン目が経過しております。ただ HP を見てください。11ターン、ゾーイのニアビをいつか使用すればいいやっていうお願いおねろり編成なんだけど、このおねろり編成なんとなんとHP が減りません。
恐ろしいぐらい HP が減らねえなこれな。これ恐ろしいぐらいの HP の減らなさを感じております、うん、てかさ今回の150ヘルさ、よだめアップ大事すぎん？マジで今回の150ヘルのよだめアップの大事さえぐいわ、まあ、今回の編成はペイン&ストレインもアゴナイズも入ってないんですよ。なぜなら HP が増えないのでって感じなんだけど、ダメかとか敵の防御値とかもよだめアップで貫通させるメタが完全に来てるね。うん、なんなら150ヘル手動に関してもよだめアップでぶち抜けばいいやみたいな、そんぐらいの気持ちで、なんか減衰出てねえけどよだめアップありゃいいやみたいな、火力が足りねえ、武器でよだめアップ積みすぎて火力が足りねえな、あーそうだナイアルラとホテップ召喚しようみたいな、マジでそんな感じですよ今の150ヘルの手動。150ヘルの手動ガチでそんな感じなので、あ、ゾーイのニアビが15ターン目で上がっております。ゾーイのニアビを使用することで HP は1となってしまいますが、攻撃によりピロ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 、ここでシャドウがかかるのが大変やばいですね。もしここでゾーイのニアビのタイミングでシャドウがかかったら一番まずいな、うん、そんぐらいかな。じゃあシャドウがかからないことをお祈りしながら生きていきましょう僕たちは。じゃあここで奥義を使い回復、ピロン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 、 HP は回復していく。そして、回避により HP が2808回復しておりますね。さあここでバリアがつきましたので、このバリアマウントにより敵の特殊技1万はぶち抜けないでしょうと。砂糖菓子の弾丸は打ち抜けない、頑張れ。いい大木ダメも100万ぐらい出てるから、まあ意外と悪くはねえんだよな。今回の編成は完全にさ、最初から言う、もう言うけどネタじゃないですか。見てわかる。見てわかるネタなんだけど、なんか、この考え方を流用して何かに使えそうな感じしますね。なんか流用してうまい具合にどうにかしたらさ、もうちょっとよだめアップ持ったらタイム的にもちょうどいい具合に動いていけそうな気がするわ。うん。HP8 万剣手守護編成はなんだけど、もうゾーイニヤビが完璧に回ってるんで、これでさ俺すげえ思うんだよな。ここまで来た時にみんな思いませんでした？俺は一つだけすごい考えが頭の中によぎってる。すなわちゾーイいなくてもよくねって。なんか俺ここまでやっててすげえ思うんだよな。ならここまでやるならさ、ゾーイニアビがなくなる前にこの HP8 万プラス剣手があるならさ倒しきれるから、ゾーイを抜くという、ゾーイを無限に回すのではなく、この HP8 万と剣手という体力をバチコンと利用してそのまんま敵を倒しきっちゃった方がいいんじゃないかという、頭の中に邪念が宿ってきましたね。はい、まあちょっと見なかったことにしましょう。頭がね、そんなおかしい考えは良くないよと。すなわち、やっぱね、地動説と天動説みたいなもんですよ。もう神がそういう、神が地球を中心に世界を作ったと言うている。世界はゾーイを中心に作られて、そこから均衡が生み出されたわけですから、はい、というふうに考えると、ゾーイを抜くなんていう、そんな邪教徒がね、そんな邪教徒がこの YouTube チャンネルにいるわけないですよね。さあ皆様でゾーイを信仰していきましょう。ゾーイ最高、ゾーイ最高、チャンネル登録よろしくお願いいたしますと。まあ、なんだかんだもう 30% ぐらいまで行きましたね。もうそろそろさすがに喋ることないんですけどね。いや、ただ HP がきつくなってきました。そう、ここら辺からね、攻撃が苛烈になってきました。邪教徒の攻撃が苛烈になってきましたので、しっかりと、分からせていきたいなというふうに思っております。15ターン、あと7ターンぐらい耐える必要なのか。あと7ターンぐらい耐えることでね、ゾーイのニアビが発動しますので、はい。ゾーイがニアビを使用することで、しっかりと、HP をねマックスまで戻す盤石さを見せていきたい。ペルペティアパッシオーネ。ここで扇ダメは、まあ
浴衣アンスリアのテンションアップによってね、攻撃力はそこそこ担保されておりますから。えらい浴衣アンスリアの偉さ感じます。攻撃を避けてデバフが入るけど、ここで浴衣アンスリア毒がねかなり厳しかったような気がするんですが、その毒をねしっかりと食らわないように対応してくれる、これが浴衣アンスリアの力です。リッチョを採用するなんて邪教徒、もう彼女はもう見た目が邪教徒じゃないですか。明らかに見た目が邪教徒な見た目してますからね。やっぱ浴衣アンスリアよ。浴衣アンスリアのクリアによってあのデバフの個数が消えちゃうんですよね、リッチョを採用すると。だから浴衣アンスリアとリッチョはかなり食い合わせが悪いんですけれども、やはり邪教徒だからですね、それは。邪教徒だからそういうことになっちゃってるんですよ。しっかりとね、おいおいおい、しっかりとね、こうやった形で、こういった形でね、受けてしまえる浴衣アンスリアこそ至高であると、それはね、お分かりのことと思います。このシャドウ効果も浴衣アンスリアが攻撃を避けることでどうにかできると思います。避けろ、避けませんね。待て、まずいぞ。邪教徒に屈するな、邪教徒に屈するな、邪教徒に屈するな。俺たちは邪教徒には屈しない。27ターン耐えられるか。邪教徒には屈しないぞ。宮妻ハンズ、邪教徒には絶対に屈したりなんてしない。まずい、 HP が2600、まずい、まずいぞ。これはそんな俺が邪教徒に屈するというのか。受けろー。260、あ、毒食らった。あー、勤勉ではないですね、これは。これは少々勤勉ではないみたいだな。あ、ミゼラブルミストが入りましたね。今回の範囲なんだと思います、皆さん。今回の範囲は僕はね、ミゼラブルミストをデバフを入れなかったことだけど、シスを出すよりもまず優先すべきことが世の中にはあったのではないか。私はそう思えてならない。ただね、まあ、ここまで来たら HP が回復していきますのでどうにかなるんですけど、ここの後半でどうにかこうにかデバフをぶち込むという行為が僕は大事なような気がするんですけどね。え、で、はい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 、はい、まあ押し切れたな。ゾーイのニヤビが上がりきらないな、これは。ゾーイのニヤビを上げきる方策としては、まあマウントダメか、どうしようかな。レギンレイブ転生、そうか、悩ましいな。これはちょっとゾーイのニヤビが上がりきらなかったっすね。いや、ゾーイのニヤビをしっかりと生かしきる。フェディエルを抜くか。フェディエル邪教徒だったか。デバフ系統をしっかり持っている。なんだかんやデバフできますよねっていうキャラクターがちょっと欲しいような気がするな。あ、君だね。任せて。君だね、どうやら。君はどうやら邪教徒ではないみたいだね。じゃあ、レリックバスター採用して、なんかいい感じの武器、奥義のよだめアップ。あ、これ、ゾーイ採用を考えると、ちょっと、仕方ない。私は邪教徒を駆逐するために邪教に染まるわけですから、悪を討滅する悪が、悪を討滅する善に、悪の武器を使うことは特に問題がないと。はい、なんか言おうとしたけど失敗したわ。で、ミゼラブルミスト、アーマーブレイク、まあ、ここはどうしようかな。ブラインドとしゃれ込みますか。ターニャの回避でスローかましますから、まあ、こんなところで行ってみましょうか。まだありますよ、この動画は。この動画はまだありますよ。討伐タイムは12分23秒でした。いやー、やはり勤勉ですね、シス君は。シス君が勤勉すぎて、ちょっとシスが抜けたらどうなるのかがマジで想像できなくて、ちょっとおののいてるんだけど、どうしよっかな。行くか。はい、対戦よろしくお願いします。いや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 、大丈夫ですよ。今回はね、メイン武器にね、奥義が入ってますから。今回主人公がね、存在しておりまして、主人公がフェディエルスパインという鬼の武器を入れておりますので、これできっとどうにかしてくれてるでしょう。
でシャドーアーツで回避も入れてるから特殊技を回避しながらもっていう、しかもデバフもね、ニンブルスローとか、まあなんかトキシックネイルだっけ、まああのあたりで攻防累積ダウンも入れてくれますから、これによって、ダメージを稼ぐ。しかも毒を入ってます、なんと。なんとね、毒で殺しましょう。これ今回はね、わかりました、毒で殺して差し上げます。あなたは、あなたは簡単な気持ちで死ねるとは思わないでください。胡蝶忍ですね、私の。言うならば私は胡蝶忍、嘘柱胡蝶忍で、スローをかまして、ここからですよ。奥義がなんとヨダメアップにより、さっきだって100万とかだったよね、奥義ダメ。さっき奥義ダメ100万とかだったんだけど、フェディエルスパイン、私も少々邪教に染まってしまったようですが、まあまあこれはね、正義をなすための邪ですから問題はありません。さあこれで奥義をぶちかまし、ヨダメアップで削っていく。やはりヨダメアップメタ、このゲーム今回の敵はね、完全にヨダメアップメタですね。これで攻撃を避けて、見てください、これ治癒入ってるとやっぱこんぐらい回復するんだよな。やっぱ治癒1本だね。治癒中でもいいな、治癒中スキルレベル15でも入れてるだけでもう HP ここまでになるんで、はい、問題なさそうだな。さあこれでブラインドを入れることで敵の攻撃をしっかりと避けていくことができる。このブラインドが本当に刺さるのは後半ですよ。このブラインドが本当に刺さるのは後半の通常攻撃部分。あの通常攻撃大変きつかったですよね、皆様。大変きつかったと思います。そんな時にブラインドが刺さることで、どうにかこうにかなるんじゃないかと。特殊技をドッジしていく、アサシネイティング。だここで奥義のヨダメは 85% の特殊技、そんなもの意味がないねと。俺はヨダメダメージカットで、ダメージカット意味などない、ヨダメージアップでぶち抜かせてもらうぜ、頑張れ。ピュイーン、100万ダメ、さっきなんか3、40万ダメぐらいだったと思うんだけど、まあ、それをぶち抜ける、強い。さあ OD 特集、ちょっと特殊技食らいすぎじゃねちょっと特殊技食らいすぎじゃね。さあこれでバリアが貫通し、完全回避、レゾリューション、ニンブルスロー、ベベベベベ。もうちょっとヨダメアップが、まあこうやって見てみるとね、やっぱヨダメアップが優秀だよ。ヨダメアップが欲しいなっていう感じはしますね。シスがいねえと火力が足りねえ、この編成この編成シスいねえとマジで火力足りねえ。暗闇、もう暗闇なんて問題ねえよ、ダメージソース奥義だし。いや、ただしっかりとアンスリアが回復してくれました。さすがアンスリア、さすアン。2808の回復、一夜日、ブラインド、ミゼラブルミスト、どっちが早いと思う、さっきの編成と今回の編成。シス超越150なんてないよっていう人に向けてね、今回はこの編成を紹介したわけです。紹介しているわけなので、はい、嘘です。ただやりたいからやってるだけです。ただのマジの嘘です。でほら見て、奥義300万、こんな編成とか言ったらダメだよな。この戦闘増位女学院の戦闘増位女学院のね、編成にかかれば、まあ攻撃力、不殺の誓いを立てているね、この編成でもしっかりと、奥義で300万ダメージを出すことができるわけですよ。やっぱりね、そのあたりはヨダメージアップの力なのではないかなというふうに思っております。ナイフが2本、いや、スロー偉いね、しっかりとスローがバーシコンと刺さっていくんじゃぞ。もうそろそろいいかもうそろそろいいか、シスがいねえとね、この編成ね、すごいわ。さあゾイのニヤビが上がりました。ゾイのニヤビがね、ターン15ということで上がっておりますので、まあ、これにより、HP がまた最大まで回復してくれます。えらい。じゃあこのまんま倍速していきたいと思います。いけゾイ、我が者どもよ、うおー。
はい、ということで討伐しました。最後の HP 見てください。高い最後の HP こんなに高いんだからもう安定してるに決まってるよな。ということで後ろのメンツも誰一人出ずに、討伐の方完了しました。討伐タイムの方もね、このよう、まあ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 いいんじゃないですか。もっと漏れるよな。もっと討伐タイム的にスピード上げられるでしょ。よだめアップ系統の武器入れたりとか、うん、するだけで、まあ、もう少しタイム的には縮むと思うんですが、経過ターン63ターン。もうさすがに耐久できると、体現相互と言いますか、もう大きく出ても問題ないでしょうぐらいの、感じ。耐久は完全にできてますね。はい。ということで今回の編成でしたけれども、まあ、守護プラス治癒ですね。治癒を1本刺してみたんだけど、まあ、かなり塩梅が良かったので、まあ、治癒とかを入れてみるのもありなんじゃないでしょうか、みたいな。まあ、アンスリア、ゾーイ、ターニア。まあ、ゾーイのニアビ。まあ、ゾーイといえば排水火力みたいなね。排水の火力目的みたいなイメージでどうしても強いと思うし、実際その通りだとも思うんですけれども、またこういう側面もあるというところをお見せできれば幸いでございます。はい。そんな感じの動画でした。参考になればさようです。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。参考にはならんな。それはそうや、参考にはならん。